酒井忠実は、江戸時代中期から後期の播磨姫路藩、第二代藩主。雅楽頭家、酒井家15代。姫路藩世継ぎ、酒井忠青具の長男として、江戸に生まれる。父が病弱だったため、祖父、忠親の養子となり、18歳で、姫路藩の家督を継いだ。絵画、茶道、能に、非凡な才能を示し、安永8年、25歳の時、共に、日光東照宮修復を命じられた縁がきっかけで、出雲松江藩主の松平春里と親交を深め、江戸で、あるいは、姫路藩と松江藩の参勤行列が行き交う際、春里から、石州流茶道の手ほどきを受け、後には、石州流茶道会伝を受け将来は流派を担うとまで言われた。大和郡山藩主の柳沢安光も、茶道仲間であった。弟に、江戸琳派の絵師となった、中元がいるが、忠実自身も絵に親しみ、嗜好していた、宋史跡、師山親子から南品派を学び、うさぎ図や、富士山図、等、単なる、殿様芸を超えた作品を残している。天明元年、京都朝廷に、忠実が使者として、出かけることになった。出発の朝になると、愛犬のチンが、玄関まで飛び出してきて、籠を離れず、やむを得ず、品川まで連れて行き、そこでなだめたが効果がなく、結局、京都まで連れて行ったところ、この噂が、京都で広まり、天皇の耳にまで届き、逐類ながら、主人の後を追う心の哀れなりということで、この陳に6位の位が与えられた。一方で、藩政は、天明3年から天明7年までの4年間における、天明の大飢饉で領内が大被害を受け、藩財政は逼迫した。このため、忠実は、河合道の臣を家老として登用し、財政改革に当たらせようとした。だが、忠実は、寛政2年に36歳の壮年で、江戸の姫路藩定城屋敷にて死去し、保守派からの猛反発もあって、道の臣は失脚、改革は頓挫した。家督は、長男の忠通が継いだ。筆まめで、趣味、日々の出来事、天候を、原部日記、友好日記に書き残している。忠実の大成した茶会席は、友好日記をもとに、平成12年9月に和食研究家の道場六三郎が友好会席という形で再現している。ありがとうございます。